はようございます。おはようございます。DIC 放送です。本日なんですけど、はい、部長にドッキリを仕掛けたいなと思います。はい。はい、これ年末年始スペシャルです。はい、で何のドッキリかっていうと、前振りで部長が限定解除、はい、免許オートマの限定解除行きましたっていう動画が上がってると思うんですけど、はい、実は昨日受かったんかな。へえ、うん。で今日平日なんですけど、はい、年末もギリギリで忙しいんだけど、はい、もう限定解除行っといでと、要は免許を切り替え、はい、午前中行くっていう話になってます、はい、うん、でここからがドッキリの内容なんですけど、今回のドッキリ題して、はい、限定解除した塗装女子に新車のミッションを買い与えたらどうなるか企画です。まあ12月25といえばクリスマスですね。はい、クリスマスです。なんでまあ限定解除の日とクリスマスがたまたま重なったのでプレゼントしようかなと思います。意味が分からへん。ただちょっとまあプレゼントっていうとね、部長だけ特別扱いするんじゃねえっていう声も出ると思うんで、そのオチは最後の最後に説明します。はい、とにかく今が朝8時なんですよ、はい、でもうすぐしたらもうみんな来るんですよ、みんな出勤してくるんで、はい、その前に UK にカメラ回してもらってるんだが、はい、新車、はい、って言ってもそんな急に用意できるもんじゃないやんか。はい、スズキとダイハツにちょっと問い合わせしてみたんですよ、付き合いがあるから、はい、言ってみたんだけど、やっぱり今あのダイハツのエアバッグの事件とかいろいろあって、はい、半導体とかで新車がちょっとすぐに間に合わないと、で在庫もないってことで、はい、まあそろそろやろうなと思ってダメ元電話してみたんですけど、はい、ダメで、なので今回、オークション、はい、業者用のオークションで新車買うてます。はい、あ、そうそう、ちょっと待って、昨日の段階で、はい、もうすでに僕新車買ってます。でその車種なんですけど、はい、何かっていうと、部長がねなんか最近ミッションを取るって言い始めて、なんかいろいろまあ誰でもそうやと思うけど目移りするっていうか、まあ、いい、はい、すごいとか言い出してなります。でもずっと前からミニ乗ってる時からあれ横と車が横通ったり信号待ちで、あ可愛いなっていうのがスズキのジムニーやったんですよ。そうなんや。で鈴木のジムには確かに俺もいいなと思ってて、はい、でも昨日なんかね限定会場行くって言った瞬間にオークションとか見出して、なんかコペンとか言い出してるよね。コペンとかなんかラパンとか、え何それとか思いながら、でももう遅いんですよ、買っちゃったんで。この車です。多分ね UK 度がね車詳しいから。はい、いやガチやん、ガチで、え車やろ。はい、どんな感じ、視聴者の人も分かるように、まず新車でしょ、 S10、 S10 点数が S ってことは新車ってことですか。はい、はい、でまあ新古車になるんかな。そうやね、1回登録してるみたいな、うん、あでもそうですね、今年の少年女登録、今年のモデルでグレー、グレー、はい、大きいナビついてるの8インチナビ、そうそれいいよね、8インチって K にしたらでかい方やね。でかいですね、大体6とかちゃうの。デュアルセンサーブレーキサポート、あブレーキとかついてるから事故はしないですね、部長は。大丈夫かな。これフルオプションやんね。そうですね、ほぼほぼついてるよね。免許取り立ての人にこれ大丈夫かな。そうやね、そこやね。でもまあでもうわー好き、こんないい車やろ。こんなことされたらどんなにやろ。いいじゃないですか、大丈夫やね。あ、オッケーオッケー、じゃあ UK がまあ大丈夫っていうのだったら、これはいいと思います、絶対に、はい、大丈夫でしょう。これを今からオークション会場に UK 取りに行ってもらう、はい、タックンと、はい、で僕は僕で午前中部長と一緒にとある別の企画っていう趣旨でカメラ回して限定会場を一緒に取りに行きます、はい、部長は部長でカメラ回しながらカドマの方で、 UK は UK で神戸の方へハスラーを取りに行く、はい、でこれを同時進行でカメラ回していこうと思います。はい、はい、お互い、まあ、スタートしてでここに戻ってくるまでの間楽しんでもらおうかなと思います。はい、はい、カメラ、はい、2台でこれが UK 班、はい、で UK が今持ってるカメラが細田班、はい、ってことで、はい、UK 班と細田班に分かれて今から、はい、部長ドッキリ向けて動き出そうかと思います、はいはい、頑張ります、はい、では行ってみよう。はい、おはようございます。おはようございます。いつものお願いします。
疲れちゃん BIC チャンネルおかえり。ありがとうございます。本日2023年12月25、はい、6だよ。あ、6ですか。朝9時過ぎなんですけども、はい、ただいまスイッタのインターにてオープニング撮影中でございます。でございます。はい、でなぜ今回カメラを回してるかというと、はい、あ、すいません失礼しました、緊急的にカメラを回しております。はい、もう動画で上がってると思うんですけど、部長なんと限定解除に成功したってことで潜入捜査させてもらってます。はい、はい、坂道発進できた、ちゃんとできた。あれが一番難しいもんね。できた。でまあ教習所から OK ですよっていうお墨付きをいただいたので、はい、業務中ではあるんですが、ただいま門真の方へ免許切り替えっていうの、切り替えっていうのかな、うん、まあオートマ限定から、はい、まあ普通のミッション乗れるよっていう免許をいただきに行くっていうとこやね、はい、です。はい、だってさ、うん、写真撮り直すんかな、すっぴんやねんけど。あ、ほんまやな、写真撮り直すんかな。どうしよう。限定会場ってさ、はい、ちょっと今回の動画ここがあの趣旨になってくるんだけど、うん、あんまり行く人少ないと思うんやけど。少ないか。限定会場最初で行くもんね、うん、みんなね。おった？してる人。いい品買った。やんね、うん、あんまり最近限定会場って聞かへんからさ、うん、珍しいというか、まああのこの今回見てる人たちも限定会場ってどんな感じなのみたいな。でもね、うん、あの自動車学校で、うん、4時間しかないんよ。で、マスターせなあかん。それも難易度高いよね。短くない？うん、短いと思う。まあ、早く取れるっていう 目線っていうか視点もあるけどね。うん、まあ、それはそれでよかったね。1週間で取れたってことやもんね。そう、1週間で仕事帰りに。パッと行って。パッと行って。まあ、じゃあまあ、年の瀬に限定も解除できたってことで。はい、はい、今から、じゃあちょっと道中、はい、いろんなお話をしながら、門真に向かいたいなと思います。はい。はい、では、行きましょうか。行きましょうか。はい。カメラが上向いてる。俺向いてる。グリングリン。グリングリンしてる。はい。そしたら今から、たくんと、車を引き上げに行きます。はい。じゃあ、バレないように。行きましょう。はい。混んでますね、道。混んでますね。混んでますね。しわせやな、もう行きも帰りも混んでますわ、高速。帰りも混んでる。うん。はい。で、まあちょっと道中いろいろお話を聞かせてもらおうかなと思うんですが、はい、限定会場って何やんの？え、いろいろ、なんだっけ、坂道でしょ。でも行ったら1時間で一旦終わりでしょ。それが4回でしょ、うん、1時間なんてあっちゅう前で。あっちゅう前。最初はなんかその直線でちゃんと動かせるかみたいな練習。あ、最初の1時間までとりあえず基本的に進めるのかどうかみたいな。そうそう、コースぐる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 みたいな。坂道ってどうなん、難しかった？坂道難しかったかな、最初は。なんか動作1個増えるもんね。うん、サイドブレーキっていう、うん、なんかクラッチのこの踏みしろがちょっとつかみにくかったかな。足届いた？届いた。やっぱりあれ、エンストこいた？こいたよ。こいた。まあ誰もがやるわな。うん、運転慣れてる人でもエンストするからね。え、でもあれエンストよりロケット発進しすぎたかな。うん、ああ。なるほど、わかるわ。なんかなんだ、踏切とかも練習したんだけど、うん、踏切の手前ちょっと森ってなってるやん。うん、だからちょっと不満と進まんやん。うん、踏みすぎてギュンやってもった。ああ、教官と二人きりで気まずいパターンのやつやな。いやでもね、先生すごい楽しかったよ。なんか豊中の自動車学校行ったんですけど、うん、めっちゃいい先生でした。あ、ほんま。楽しくて、うん、楽しくていい先生だった。森田先生ありがとう。森田先生。森田先生。あ、そう。まあ、そこもね、また部長があそこいいよって言ってくれたら宣伝になるわけやもんね。うん、なるほどね。でもあれやな、もう早く乗りたいよね。早く乗りたい。もう早乗らない、多分モスレーズで。マジで。もうファンの人は知ってると思うけど、うん、ミニクーパーさ、うん、冠水して、うん、次セルシオ乗る説みたいなの出てるやん。あれオートマやんか。オートマどうすんの？
で駐車を乗りつつ、うん、ちょっと1年ぐらいは駐車場2個借りて。いや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 、なんか言い出したで、ね、2台持ち2台元かな。でセルシオは、うん、乗る。あ、そうなんじゃあミッションの車は何、うん、なんかこうこれがいいなみたいなの。最初はボロボロの軽買おうと思って。あ、ボロボロの軽。ボロボロの軽で練習の、当てる軽で、もう当てるっていうか、もう、まあ、練習やし、もう、うん、ボロボロでいい。あ、そうなんや、うん、なんか見てる車とかあんの、なんか目つけてる、あ、こんなんいいなみたいな。なんかね、アルトラパン、ラパンいいなと、なんかいじってるやつあって、完成さで、うんうん、どうなんやろ。13万キロぐらいやったんちゃうかな。何それ絶対壊れるでしょ。壊れる。いや、でもいい、いや、もう壊れてもいいんやけどね。そうなんや。まあ、あの練習がてらってっていうとこやね。そうそう、練習がてら。うん、昨日オークションでコペンとかも見てなかった。見てた。あれもミッション。あれもミッション。じゃあ何、ラパン推しなん今。そうでもない、そのラパンが良かったみたいなだけ。うん、安いしいいかな。でも可愛いやん、見た目もなんか丸っとしたもんね。予算があったら何が欲しい、うん、本当は。え、予算があったら、うん、めっちゃある。それは BMW のさ、カブリオレ。あ、ミッションあるな、 BM、うん、か、ミニのコンバーチブルの。あ、ミニもあるな、そういうミッション。なるほどね。あ、そのあたりがいいんや。でもなんか最近ジムニーもいいなと思って、ね。あ、ジムニーね。いろいろあるよ。いろいろ。でもあれやんね、その乗らんかったら忘れていくんじゃないの。絶対忘れると思う。なんか1週間も乗らんかったら忘れるんじゃないの。うん、坂道すげえのって後ろ行くかもしれない。話戻って、今から免許更新というか切り替えになるんかな、ね、行くんだけど何するんやろね、結局。まあなんかすぐ終わるみたいな、なんか噂はあんねんけど。噂はそう、まあ免許の切り替えが無事終われば、はい、その瞬間からまあミッションが乗れるってことやもんね。乗れる。よかったね。やったー。楽しみやね。楽しみ、楽しみやけど、はい、ほんまやばい。ほんまにやばい。忘れてまうから。忘れる。やめたいな。さすがに今日の今日は覚えてるやろ。1週間ぐらいは体覚えてるかな。うん、多分。嘘、やばいな、それじゃ。もう早くはない。後ろや。そうか、もうすぐ教習じゃない。じゃあ着いたらまたカメラ回します、うん、はい。いいですね。結構もないし、ちょっと汚れてるぐらいで、さすが新車ですね。綺麗ですね、中も。まあ一回これ、あ、おはようございます。コバがいました。すげえな。隠れ潜んでましたね、今。いいじゃないですか。下もね、まあ新車やから当然っちゃ当然なんですけど、めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ食べてるやん。バカか。いいやん。これはもうあれですね、僕らも社長にね、おねだり、おねだり。クリスマスプレゼント。はい、僕はほんであれでいいですよ、マイホーム買うの。規模でかすぎる。規模でかいですね。いいじゃないですか。これでもほら洗わなあかんな。そうですね、ちょっと思ったよりギトギトになってる。洗ってしたいからご飯食べてきてもらおう。そうですね、ちょっと時間を、うん、経営の割になんか中広いですね。広いな。上もね、高いし。嫌やな。なんでですか。怖い。新車。新車を高速乗るのは嫌やな。じゃあ僕、うん、お願いします。僕、はい。電車で帰るわ。関係ないんで、僕新車だろうが普通に乗って行っちゃうんで。これで今から帰って、はい。飾り付けして、はい。サプライズパーティーを始めましょう。はい。到着ですね。到着ですね。さあ。多分館内は撮影禁止だと思うよ。ダメなのかな。はい、だからちょっと待っとかなあかんと思うよね。うん、部長がなんだ、多分手続きしたりとか、うん、やってる間はカメラ回せないのと、うん、多分僕待っとかなあかんことになると思うんで、はい、まあちょっとの間待っときますわ、はい。まあ、果たしてどれぐらいの時間がかかるかっていうところも、ね、まあ、見どころになってくるのかなと思いますんで、はい。
土日やってないんだって。あ、そうなんや、平日しか無理な。そう、じゃあそれ限定解除はね、まあお役所仕事やな免許の更新は確か土日行けたよね。でもそうやね、ここやったついでにやってあげたらいいのにな。うん、じゃあ今から中入ってやっていきます、はい、やっていきまーす、はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、なんかあっちゅう間に終わったね。あっけなかったね。あっけなかったね。で、免許も、やっぱ取り直しじゃなくて、裏にハンコチョンって押す。そう。限定解除って。こんな感じで。あそこ見していいんだ。ハンコ押されるのみだね。だから次の更新からそこが消えて、表に乗るんやろうね。そう、表は何も変わってない、うん。俺もそうなんよ。あの、最近引っ越したからさ、住所変わったんやけど、裏にハンコ押されただけやもんね。住所の。そういう感じなんだね。ここね。うん。まあよかったよかった。無事。やった。はい。免許解除取れたってことで、皆さん、最後の免許の切り替えは結構案外早かったよっていう。はい、早かった。まあ大阪府門真試験場っていうところに限ってはいけない。2、30分ぐらいほんまに。かな、そうやね、うん。トータル30分もかかってないかなぐらいで終わりました。うん、そう、写真の撮り直しもなかった。すっぴんやからどうしようと思ってたけど。じゃあまあとりあえず一旦会社戻りましょうか。はい。はい。じゃあ行きましょう。はい。今タク君がガソリンを入れてくれてます。今から帰ります。さあ帰りましょうか。さすが今の車ですね。クラッチ今全然かかんないですね。あ、今このドッキリ仕掛けられてる方はどういう心境なんでしょうね。ですよね。なあ、とりあえず今日限定解除、はい、部長が当社長が今一緒に行ってくれてるから、帰ってくるまでに準備をしないとダメなんで、どういう風な感じで思ってるかちょっと楽しみやけど UK もやっぱりいたずら仕掛けてる時とか一番なんか一番楽しい。ほらそうやよ、生き生きしてる。いたずらするの大好きやもん。そういうのしか取り得ないっすされた時ガチ切れやけどな。する側だけでいい。これで16万買ったらどうすんやろうな。いや私違うのが欲しかったって言ったらどうする。この先左から。でもなんかずっと思ってんねんけどさ、はい、ドッキリやってるやんか、はい、結構社長から言われて、俺言われて結構部長ドッキリするやんか、はい、絶対次俺やる、次俺やるってずっと思ってんねんか内心な。はい、いつね、そういつ何されるか分からへんし、だからいつも事務所上がった時とか、はい、結構俺四隅見てんやんか。あ、カメラ、あ、どっかないんかなとか。部長と社長やっぱり上で事務作業が多いから、そうです、ね、上おる時でたまにフラって上がった時にこちらってなんかないかなとかは見たりはする。怖いもん。仕掛けられるのは、そう、仕掛けられるの。僕がね、ちょっとキャラ的に反応薄いから、多分いいリアクション取られへんで、多分除外されてるかもしれないですけど、まあ多分なあ、この動画が上がる頃にはもう、あの、広瀬先生のやつも上がってるやんか、はい、もう上がってる、あ、そうか、あれは前、土曜日かなんかに、金曜日か上がったもんな、そうですね。あれもあったけど、あれはちょっと嫌だね、僕。こんなケチョンケチョンにされた心をぐたぐたにおられたし。あれ面白かったっす。面白かった？面白かったっす。俺見てない。めっちゃボロカスに言われてた。だってあれからさ、はい、あれがだから金曜日に上がってたんかな。で、土日今日月曜日やんか。はい、でだ土日でその保育園の行事があって、親御さんとかと一緒にこう集まりとかあってやんか、はい、あ、 UK って言われてさ嫌 やんか見てるやんってなるやん、見んといてって言ったけどバカにしてるやんって思ってボロカスおもろかったねとか言われて、もう俺見てへんし、知らんし、あれも嫌やったな。ちょこちょこね、そう、これだけチャンネル登録者増えてきたら目撃者があるんやろな。でもこれらそんなかけられへんよね、まだ俺らは。そうですね、この話も全部カットするから回してるけど。はい、ただいまちょっと部長と離れてカメラ回してます。いうのも免許の更新がちょっと早すぎて、予定より早いので時間稼ぎしてます。
今コストコですね。で部長が新規の簡易カード作ってる間にちょっと今離れてます。 UK に今から電話します。どんな感じか。こっちが早く帰りすぎるとダメなんですよね、この場合。もしもーし。もしもし。お疲れ。もしもーし。もしもーし。お疲れ。どう？もしもーし。もしもーし。聞こえます。あ、今。もしもし、聞こえますか？聞こえるよ。どう？聞こえへん。はい。聞こえる？聞こえます。あ、オッケーオッケー。どれぐらい今な、コストコ来てて、ちょっと時間稼ぎしてるんよ。そう、あの門真の教習免許証の更新するとこのすぐそこにコストコがあって。あ、新しくできた。そうそう、そうそう、多分このまま帰ると俺らの方が早く着きそうやから、会社の方に。僕今名神乗ったとこなんですよ。僕らも名神乗ったわ。ほんならまだあと30分ぐらいかかるな。あと洗車もちょっと痛いんで。うん、ちょっとお昼にします。お昼12時ぐらいにメドでいい？そうですね、それで僕らも洗って飾り付け。分かった。感じで今11時でしょ。あと1時間あったらいけるか。ちょっと12時過ぎぐらいにしようか。じゃあそうですね、とりあえず一旦会社ついて LINE 入れます。また連絡。 OK、 了解了解。今度俺も出るときまた連絡するわ。よろしくお願いします。はーい、はい、失礼します。というわけでちょっとやっぱり時間が押してるみたいなんで、コストコで年末のライブに向けての準備と称してちょっと買い物してきます。はい、楽しくなってきたな。コストコが行きたい。いいですね。 PIC チャンネル。はい、とりあえず帰ってきて、はい、準備を今しました。そうですね、今ちょっと、ね、ちょっと今電気消してるけど、はい、まあ、ざっとこんな感じで。だからたっくんは、はい、部長が帰ってきたら、はい、中おるからこれね、はい、はい、で工場はあれ。で帰ってきて俺が呼ぶときにはもう電気つけるようにしといて。はい、 OK、はい、サイズやばい。俺などっちかっていうとな、車よりな小刃の方に見に行くと思わないけどな。逆にありそうなあ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、もうすぐ会社到着ですね。はい、まあとにかく朝出て会社を、はい、で今昼過ぎなんだけど、はい、まあ、部長は限定が解除された状態で戻ってきてるってことだよね。です。はい、7万ぐらいって言ってた結局金額。大体、うん、かかった費用は7万ぐらいかな。その更新料、うん、更新料、免許証の更新料と4時間4回、うん、まあ、1日1時間として4回、うん、で最後の 2,30 分門真の試験場まで行って、うん、はい、免許切り替えだよね。はい、まあ、かなりシンプルに限定が解除できるってことは、まあ、今回この動画で皆さん知っていただいたんじゃないでしょうか。はい、あとはまあ車だけやな、うん、車を何買うかっていうところと、うん、まあ、部長がミッション乗れるようになったらまたね、面白い車でも買って、はい、企画6個行ったりとか、うん、いろんなことできるね。やっとや、念願の。全然行かれへんかったから。そうやね、ミッションは乗りたいって結構前から言ってたもんね。うん。キャンパス違う違う、何やったっけ。ラパン、アルト、アルト、アルト、候補アルト、うん、ラパン、何やったっけ、あとコペン、うん、ジムニーあたりあたりか。あの会社見えてきましたね。はい。はい、お疲れ様です。したじゃあとりあえずちょっとどっか適当に会社で締め取りましょうか。はい。撮ってます？撮ってるけど、どうした大丈夫で。ブースなんかめっちゃ攻撃臭いんですよ。はい、ブースが攻撃臭いってさっき僕帰ってきてからかよ。あれちゃん、昨日なんか空回ししてなかった？空回し？うん、ちょっと裏なんかちょっと分からなかったんで帰ってくる前にちょっと待っとったんですけど臭いよ。向こうの中に、とりあえず中入ろうか。メリークリスマス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 。
定解除おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、ということで、はい、部長に新車のジムにミッション用意してます。え、なんでサンタからのプレゼント。早速今日からジムにミッション楽しんでください。はい、はい、教えてください。え、私の給料あれめっちゃ天引きになっていくやつ。そうです。マジで強制的に。でもジムに可愛い、新型です。ノフルオプション。すげえ。このサンタから鍵を。怖いな。まあまあ早速中開けてどうぞ見てくださいよ。すごい、やっぱめっちゃ可愛い。しかも飾り付けまでしてくれてる。すごい、グレーいいね。早速座ってみてください。ミッションです。新車。はい。すごい、すごい。あと一つ、もう取れたんですよね、免許。取れたよ。じゃあこれ多分もう映像することはないと思います。免許取った人は演奏しないっていうのがあるんで大丈夫です。どんな人卒やねこれ。おー、あ、新車の匂いする。はい、はい、ナビは8インチのでかいモニター入ってます。ほんまや、はい、すげえ。でご希望通りミッションです。はい、ですね、はい、ご希望通りミッション。かわいい。でだいぶ前から部長がちょいちょいジムに可愛いって言ってたのは僕記憶に残ってたんで、はい、でグレー可愛い、グレー可愛いって確か2回ぐらい聞いてた記憶があったんで、はい、これにさせていただきました。ありがとうございます、はい、すごい。どうなん、感想は気に入ったの。どうなん、気に入った。いいですか、大丈夫ですか、はい、それで、はい、よろしいですか。そこだけが心配やね。ちょっと心配。まあ一旦ちょっとエンジンかけてみようよ。はいはい、はい、足届く、大丈夫、届く、うん、いけるいける、はい、じゃあもうこれで年末年始ドライブ楽しんできてください、はい、お休みの間ボロボロならないかな。大丈夫かな。すごい。じゃあかけていいですか。はい、どうぞ。あ、プッシュスタートね。すごい、245キロしか走ってない、はい。まあ、新車って言っても一応未登録車みたいな感じでね、試乗車かなこれ、はい、試乗でちょっと使った車じゃないかな。そうなんですね、はい、ナビバックパワーついてる。大丈夫かな。バック入れてみたら多分ついてると思うけど。座って。バック入れられへんぞ、大丈夫か。待って、え、入ってんの。あ、ついてる。出品しました。ついてる、ついてる。ついてます。いや、いいやんか。俺も初めて見たけど、これ。いや、全然いいっす。いいやん、いいやん。綺麗、綺麗だ。当たり前やけど。もうちょっとターボつけたって。ターボ？やった。大丈夫かな。初っ端からボロボロにならないように気をつけて運転しなきゃですね。ちょっと一回座って、窓開けてみてよ。はい。あ、いいやん、似合ってるやん。似合ってるっす。似合ってる、似合ってる。やった。この色もシンプルでええわ。うわー、なんか嬉しい。もうすぐ乗れるのが嬉しい。ありがとうございます、そうそう、うん、準備してもらって。いえいえ、まあ、何が一番大変やったかって、昨日ドンキホーテ行ってこの服を探すのが一番大変やったけどな。だから公園に対しての社長からもお客さんだよ。そうそうそう。地味にあのアディダスアディダスさんが一番興奮してると思う。ずっと言ってたやん。ああ、ひどいな。マニーガールの格好待ってますけど。ライブ、そうそうそう。2つ願いが叶ってるから、この動画。アリダスアリダスさんの願いも叶ってるから、実に地味に。ほんまに気づかんかった。ドッキリ。ガチで、なんか、あれ？なんか様子おかしくなかった。いや、昨日から実はもう俺ら動いてて、何回かバレかけてんねんな。そう。勝った瞬間に思ったんよ。あって。はいはいはい、メールが行くんですよ、部長のパソコンに。落札しました。で、まず1個俺携帯貸してる。異様な動きしてたよ朝。え、部長の携帯まず取り上げてちょっとメール見してって言って、それでメールを消してたよ。部長が部長の瞬間に消去携帯も消去ってやって、よしこれでいけると思って。あ、それがドッキリ。違う、この車がドッキリ。一回行こう。結構
されてる。そこまでパニック。セルシロどうする？え、セルシロちゃんも乗る。は？え？セルシロは新しいオーナーに乗ってもらおうよ。ちょっといじって、うん、視聴者さんにプレゼント。やりましょうよ。なんかちょっとだから BAC のカラー入れつつのこうカスタムして、はいはいはい、あ、それ面白いかもね。なんかやりたいな。新しい企画出たの今急に。それをちょっとして、うん、やろうじゃないですか。いいですね。じゃあ今の案はいいと思うから、これを見ていただいた方ちょっとまた期待しててください。お客さんが買い取ったセルシオ、買い取ったとか引き取ったのかな、あれは。引き取り、買い取り、まあ、事故した状態で引き取ったんですよね。こう直してるんでね、今、はい、乗れると、まあ、改めて紹介しますけど、まあ、その車を部長が乗る予定にしてたんですが、まあ、イレギュラーで新車を手に入れてしまったんで、部長は手にしまった。で、後ろは視聴者プレゼントという方向でちょっと動こうかな、はい、で、最後にここが大事なんですけど、最初にも冒頭にも言ってるんですけど、おい、部長だけ特別扱いすんのかよ、みたいな、多分そう思う人もいると思うし、スタッフの子もみんなもそう思うと思うよね、はい、でこれまあまあ高いです。もう調べてもらったら分かるけど、まあまあ金額、新車でパワーだから、はい、それ一旦僕の財布から立て替えてる状態なんですけど、それをもちろん返してもらいます、全額。でそれどうやって返してもらうかっていうと、今まで競艇、競馬、掛け事動画やってたけど全然一個に増やさないんですよね。で経営は運が大事やぞっていう話で、まあ、10万円使い切ってもいいし、増やしてもいいしっていう企画で、いつも中途半端に7万円とか8万円で返ってくるんですよね。でまあ時間使ったらもう楽しめたからいいやっていう企画で終わってるんですけど、まあ、この人多分ケツを叩かないとできないタイプなんで、次から掛け事でこの僕が立て替えてるジムニー代をそれで返してもらいます。だからさっさと大量にかけないと元に戻らんぞっていう、ずっと借金抱えた状態になるんで、ある種部長の運にちょっと着火させる火をつけるために僕は今回この企画を考えました。でも普通にバイト行くってのは何年かかんねん。まあ部長だったらそれをちゃんと企画で視聴者様を喜ばしながら僕に返してくれるんじゃないかなって信じてるんで、皆さんご期待ください。何なんこのプレッシャー。はい、というわけでした。最後に感想。色も可愛いですよ、欲しいなって思ってたんで、めっちゃいいですね。もうでもちょっと待って、ほんまにどうしよう、新車ってほんまに乗ったことないから。いいやんか。あとはまあ本当に見事にいつもドッキリ引っかかってくれるんで助かりますね。全然気づかなかった。いや普通さ、限定会場切り替え行くだけで動画1本なんか無理あるやろ、そもそも。あだからそれも道中でマジでいつもあれるやろうなと思いながら。じゃあまあ、今回の企画は大成功ということで、はい、皆様最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。部長閉めてください。いってらっしゃい。怖いってこれ。はい、じゃあ早速もう出してやってください。もう撮影も終わったんで、当たり前やん、乗られんかったら乗られずに乗って帰らなあかんのに。はい、位置に入ったとか分かりにくいね。まあもうあと自己責任ですから。大丈夫、あなたの車ですから。あ、ちょっと待って、もうあれやんちゃん、初心者マーク。腹中よね。腹中の多分。あ、エースとこきよった。早速。最初はやるよな。待って、軽い坂道発進のサイドブレーキの相番やね、ここは。ちょっとおもろいやん。なんやろ、ジムニーのミッション乗ってたけど面白いな。ここでいい？
はい、ここで大丈夫です。大丈夫？乗って帰れんの今日？怪しいね。怪しいな。ちょっと初心者マーク最初に買いに行くわ。もうこのままこの乗りでちょっとくるっと回ってきたら、練習がてら。あとでいい。後でいい。ちょっと落ち着かせてから行く。そうやね、ドッキリかけられたばっかりやもんね。まだちょっとバクバク言ってる。今回のドッキリはどうやった？広報細田と UK との企画なんだけど。あ、そうなんですか。こういうドッキリやったら別にあれでしょ、嬉しいドッキリじゃないの？嬉しいけどちょっとびっくりした。びっくりしましたか。そうですか。リアクションがやし、めっちゃ薄くなるときってほんまに驚いてるときや。ほんまにびっくりした。で、今までのドッキリも全部あれでしょ、ガチガチでびっくりでしょ。うん、やんね。あの刺されたやつが一番びっくりしたけど。あれね、あれが一番びっくりした。じゃあまあジムに楽しんでください。はい、また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。